さずにずっと見つめる目があったら微笑んでくれる気になる存在になっていく気づくと彼に見られている聞きたくもない音楽の話されたり麻雀のルール教えられたり突然下の名前で呼びかけられる彼は何かと私に妥協せずありのままを見せようとしちゃダメ好きじゃない好きな人と会うときは9割上機嫌1割不機嫌好きなタイプはイケメンじゃないけど20歳からずっと好きになった人とは千人と付き合えている全てを自分で決めることができる